このレッスンではクイックマスクについて解説していきます。えー、選択範囲と同じようなものなんですけれども、クイックマスクというものがあります。クイックマスク。えー、まあ、簡単にこうマスクを作っていくということなんですけども、えー、このね、一番下にあるので、ちょっと2列にしますね。これはどういうものかというとですね、例えばここにある絵の。この範囲。 ここだけを編集領域にしたいんですけども、さらにもう少し細かくですね、えー、この中をこう、消しゴムで消したようにね、えー、と編集範囲を作っていきたい。というときですね。えー、と、この中にこう点線の丸がありますけれども、これをボタンを押すだけです。そうするとちょっと周りがね、こう赤い色になりました。この赤い色は選択範囲外なんですね。外側。 ここで使うのはブラシです。ブラシなので、単純な、えっ、ー、と、円のブラシだけではなくて、ざまな、こう、ね、微妙なこうブラシを使うことができます。で、例えばですね、今ここで、ちょっとブラシが、えっ、ー、と、小さいので大きくしますね。このぐらいにしましょうか。もうちょっとですね。で、ここでブラシ。えー、ここはですね、 黒、白しか今使えないんですね。クイックマスクモードに入ると、もう黒で描画、えー、白で描画、どちらかになります。まあ、ハナの中間の階調もあるんですけども、とりあえずどちらかなと思ってください。で、ここでこういう風にドラッグしていくと、このドラッグしたところ、ね、描いたところって言った方がいいですよね、黒で。ここが選択外になります。選択から外れます。 白で描画するとどうなるのかっていうと、白で描くとですね、下の色が見えてくるんですね。ここは選択範囲になります。では元に戻してみましょうね。このボタンをもう一度押してください。そうすると。さて、ここを編集してみましょう。ブラシでね、単純に編集してみます。こう、ドラッグを、あ一番下を今選択してしまっているので、ここですね。 こうドラッグしていくと、先ほど黒で描画したところ、ここの線ですね。えー、ここは選択範囲外になるんですけども、白で描画したところ、ここはですね、選択範囲内になるので、編集が可能になります。これがクイックマスクモード。これですね。で、このクイックマスクモードってさっきちょっと見,あの見たんですけども、50%だけ 選択するとかですね。80%選択するなんてこともできます。例えばここで50%ってどうなるのかっていうとですね。こんな感じですね。クイックマスクモードから外れますね。ここ、同じような感じですよね。えっ、ー、と、わかりやすいように、こちらの方ですね。ブルーかなんかで塗ってみますね。で、ここを塗ってみます。色が変わりますね。 50%しか選択されていないので、100%のブラシでブラッシングすると、50%の濃度で描画されます。まあ、こういうふうにですね、あの、微妙な階調をつけていくことができるんですね。もちろんですね、エッジがこれ今、あの、非常にシャープになってますけれども、この部分にもグラデーションを利用するとですね、グラデーション、まあ、階調のね、変化を利用するとですね、 淡い選択範囲っていうのが作れたりします。これがクイックマスクモードで、まあ、クイックマスクというね、簡単にマスクを作っていくことができるよ。ブラシを使って簡単にマスクが作れますよという、そういうモードですね。このレッスンではクイックマスクを使って選択範囲を作っていきました。